画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう、デッドバイデイライト。ようこそいらっしゃいました。私柏木ベルクラの DVD の世界へようこそ。はい、というわけでね、見てください、新スキンのクリプト TV、コラボのハントレスでございます。可愛い死活のみたいなのがついてるよね。うん、可愛いっていうか全員メグやん。メグ4姉妹、恐怖のメグ4姉妹っていうような、なんか映画ありそうだよね。うん、昔ね、あのセブンシスターズっていう映画ご紹介したと思うんだけども、4姉妹のサスペンススリラーみたいな映画ね。うん、このなんだろう、人口爆発した近未来の話でね。でその一家に一人しか、あの基本的にはその子供を授かってはいけないと、それ以降はダメと法律で、作ってしまったらもう犯罪者扱いするぐらいの未来の話なんだけど、その7つ子を産んじゃうわけよね。あの7つ子を産んじゃって、それ隠し通すっていうね、うん、政府から隠し通して生きていった娘たちの話なの。うん、よく7つ子も産んだなみたいなとこあるんだけども、この7人が1週間に1人ずつ入れ替わるわけ。マンデー、サンデー、いや最近急にサンデーなんだな。マンデー、チューズデー、サーズデー、ね、うん、いろいろこう変わっていくわけ。で、その日に日にね、その要は例えば月曜の人、月曜の子が、いろんな経験したら、それ火曜の子にそれをちゃんと教えなきゃいけない。火曜の子は水曜の子にみたいな。うん、そうしないとね、同一人物を演じれないので。ところがどっこい、ある日、何曜日かな、何曜日、まあ、金曜日だったかな、忘れたけど、ある曜日の子が家に帰ってこなくなった。死んでしまった。つまり、どこかの曜日の、その女の子が死んでしまったら、要はその子は、いるね、死んでしまうと、政府からは死亡届が出されるわけ。そうするとね、残りの6人、これもうこの国に存在してはならない。やるじゃねえか、人間になってしまうわけだな。ここも下手にここで駆け引きしない方がいいね。まあ、そんなね、映画なんですけど結構面白くて、そのセブンシスターズではないが、フォーシスターズっていうことだな。やってんな、これ。うん、当たんねえな。ちょっとまだ私の斧温まってないね。温まるのに時間がかかるからね。ああ、ちょっと構えたけよかったな、これ。なるほど。消えたか。後ろだね。何？当たらない？温まってないね。私の。今のはもう当たるべきところなんだけど。何？このメグ。必ず当ててやる。ここまで来たら一発当ててやるからな。倒す。今ので目が覚めたよ、私は。いいだろう、見てろよ、さっきのロンゲアカゲメグよ。ロンゲアカゲメグよ。覚えているわ。うん、当ててくぜ、温まったな、今ので。ああ、この板なかったらやれてた。任せてくれ。読まれたかな、さっき。オッケー、そう来ると思ってた。先の先読みだ。このメグはおそらく、もう一周回したと見せかけ、回ったと見せかけ、下に降りたと。私のね、ステインを見てね。で、私はそっちに先回りしたと見せかけ、よーし、これがバベチリの力だよ。バベチリってね、バベチリってね、チリってね。とりあえず蹴っときましょうか。やってんのこれ。おお、これが私の力だ。あったまってきてるぜ。食らったやつは近くにまだいますね。救われたな。
メグがメグを救いよったな。降りてくるなこれ。そういうこと言ったね。さあ月曜のメグをどこに釣ろうかね。この最も釣られたくない真ん中に釣ってやろう。なあ苦しいよなあ。ボブカットのメグよ。ここを交代させてやろう。苦しいぞ俺は。もうね、つきそうなところの発電機のど真ん前にあのこの釣られた場合、まあ、ほぼほぼこれキャンプ案件なんですよ、うん、動く必要がないんだよね、うん、しかしいやカラスもね来てますね。上登ったかな。上登ちょっと補給しましょうか。いるじゃねえか。ほぼほぼもうねフェイスキャンプ案件に近いんですよ。だって5台あってあれなんでね。ただここはあえてここの裏に行った子を見てみようかなと思ったけど帰っちゃう。これは半分過ぎるのを待ちたいところですね。願わくばきっちり狙っていくよクレバーにな。ここはやっぱ来たな。やるじゃねえか。半分過ぎる前に救う。素晴らしいねその精神。ほらそういうことだ。そこやりたいようだな。そういうことだ。なるほど。じゃあ釣ってあげようか。どうしてもここの発電機がやりたいようだな。しかしやらせはしねえ。なるほど。奥行ったまま。あら？あ、いたいたいた。さあ、釣ってすぐ。いや、むしろ真ん中に釣るか、これ。またしても。いや、これかなり大きいね。あいう。そっちに一人、上に一人。とりあえず補給だ。慌てない慌てない。なんて言ったって女狩りいるぞ。子守唄が出ています。私救われたか。やるね、うん、簡単には逃がしません。おお、しまった。あらあら、なるほど、温まってるよ私は。キレが違うよ。分かってんだよ。そんなんで。オーケー。そういうことだ。やっちゃうよ、やっちゃうよ。まあ、あの子はストライクがあるかもしれないので、先にこの子釣りましょう。で、バベチーで見ちゃおうか。あれ見えないぞ。近いな。まだこの辺いるね。あれ？あれ？この辺じゃないか。あれ？どこ行ったんだ？この辺じゃなかったか。しかし救うの早いね。中通って行ったんじゃないかなと思います。奥出るかな。上行ってみようか。割と進んでるじゃないか。フォーシスターズよ。一人がダウンしたままなんで、あれ救いに行く動きを見せる人いないかな。場所が分かんないな。もう起こされた。分かんなかったねこれ。どこでダウンしてたんだろう。これね、女狩人の子守唄がめちゃめちゃ効いてますね。トークン4なんで、ほぼほぼね、急に発電機のやつ来るから。なるほど。こっち側に引いてなかったかな。ん？後ろに引いたかなと思ったんですけどね。
まあ一応蹴り入れましょう。ミスってるようだな。やってんね。あでもね、この女狩人の子守歌の効果のおかげでスキルチェックミスると交代がねペナルティープラスされるんで、これありがたいよね。まあいるのはもう確実ですね。ボブカットの方か、当てていく。女狩人の子守歌、さようなら。よく頑張ってくれたよ今までな。あとは私の手で頑張ろう。どこに行こうというのかね。微妙に間に合わなかった。どこに行こうというのかね。やるね。ただここでチェイスしてくれる分には構いはしないですね。下に行くか。逆サイドに回らせます。その方がねこの窓枠に入りづらいんで、ここはしっかり追いましょうか。このタイミングで、しっかり追います。よし、加速手に入れた。ああいいね。そういうことだ。入るしかないもんな。 OK、 真ん中に釣りましょうか。あそこ進んでない。結果めちゃめちゃ後退させることができたね、真ん中。なるほど、そこか。見えてるね。当てたい衝動に駆られるぞ。ほほう、そこがついたか。しかしこっち側に、偏ります。このままじゃそこやらない限り、これはほぼほぼ私4人いるけど、こっちが1個も進んでないのでほぼ勝ち確だと私は感じている。ハントレスはこういう駆け引きの時強い。もちろん斧を当てること前提だが、この一人は落とします。もう非常な選択ですけども、さっきも中途半端な軽キャンプによって救われてしまった命ではありますが、今回は確実に落としにかかります。うん、来てたか。ついでに来てくれる人をダウンさせるのもあり中のあり。オッケー、一人が焦点した時に一人をダウンさせた、これは大きいです。そこにあるか。よいしょ。最初のを避けられまくったこの赤髪のメグ。下に一人、右上に一人か。丸見えなんだよ君たちの行動が全てな。左から、走るしかありません、あのメグ。まあ、下は抜けてこないと見る。まず補給。そうしないとここの包囲もくぐらないと助けいけませんからね。いやいや、来てる来てる来てる。ほらほら待ちなさいよ。ダメだ。なるほど、ちゃんと裏に回ったか。あれ、まあこれはボロだよね。でもしっかり追います。オッケー。まあストライクかもしれないので、さっきの子をツールしましょうか。これは大きいよ。戦略的に頑張っていきます。メグ4人にガチハントレスで挑むぞ。まあアドオンそこまで凶悪ではないんですけども、もう一人あそこに救いに行くしかないか。リカバーも済んでません。あら、下に降りて左に行くと。そこまで見えてんだが、私斧がないんだね。左に通ってる。あら、気のせいか。補給しましょう。左通ってなかった、気のせいか。さあ釣られてる子、あの子を助けいけるかな。この包囲網を抜けていけるかい、いけるかい。お、行ったか。すごいね、あの状況下で抜けてったか。正
ただの4姉妹じゃないな。メグ4姉妹よ。一歩出遅れたな。オーケー。ああ、これ中途半端にやるよりもうね、割った方がいいです。生足ハントレスが行くよ。もうやるじゃねえか。これオブセが追われてるんで、みんな追われてるの気づいてるから、あんまりチェイス長引かせない方がいいですね。これ、おおおお、引っ張られた。しかしこっからは私の領域だ。ふむ、オッケー、治療終わったか。ここやってんのか。あ、やってないね。2人ダウン。1人はメグはどうやら回復に専念したみたいなんで、発電機は多分進んでないでしょう。さっきの方釣るか。メグ4姉妹の金曜日のメグよ、釣ってやろうか。飲みに飲んで、あれ回線落ちね。いや、ここにあった非常口目の前に生存者来てたやん。しかしこういうことだ。一人回線を抜こうがハッチは飽きやしねえということだ。非常なまでの回線抜き。よいしょ。バベチで見え、あ、でもこれでいいや。閉じちゃいます。向こう側いたけど、どうだろう、アドレナリン来るかな。あいよ、うん、出たよこれ。まあそんなこんなでね、無事全滅と。まあ、後半かなりクレバーに動きましたね。補給しとこうか。まあ、キラーってのはね、時にはああいうことも必要になってきます。うん、本当馬鹿正直に、生存者釣ったら全く違うところに走っていって、その人をやって全く違うところに走っていってやってっていうのはね、なかなか難しいんだよね。それで全滅取るのはね。はい、うん、おお、経験値いっぱいだね。そんなこんなで、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は画面のボタンから、ベルマークを押すと動画更新時に通知が行きますので、チェックしてみてください。